的場浩司がテレビに出演した時の不思議なお話です。後輩の広い家に遊びに行って、夜泊まった部屋で変な視線を感じて振り向くと、エアコンの上に顔がおっさんで体が鳥の妖怪を見たんだよ。何度も確認したけど、やっぱり妖怪っぽかったぜ。で、後輩に、なんでこんな部屋に泊まらせるんだよ、って文句を言っちまった。不思議な体験をしている的場浩司さんでした。